にちは、メイクアップアーティストのアリサです。はい、今回の動画はリクエストをいただいて、私が最近しているメイクをゆるーく雑談しながら紹介します。はい、基本私はお洋服とか行く場所によってメイクを変えているんですが、その中でもよく使うものを使ってメイクをしていきます。それではどうぞ。はい、ではまず最初にスキンケアをしていきます。はい、炭酸を吹きかけることによって血行も良くなるし、あとね、むくみがもう改善されます。で、この後ちょっとね、なじませてあげます。でも最近夏のように暑いので、乳液を使うと私は崩れてしまうので、もう保湿ジェルに切り替えました。はい、こちらクラージュモイストレイヤーラップです。はい、これをね、ワンプッシュ手に取ってなじませています。で、ちょっと軽く老廃物を流します。はい、それでは下地を塗っていきます。夏用にもう変えてしまいました。こちらアクセーヌスーパーサンシールド EX、 はい、こちらを塗っていきます。はい、これぐらいの量を出して顔全体につけていきます。なんか最近の私は本当に忙しかったんですよ。はい、今からちょっと YouTube を更新できなかった言い訳をしていきます。で、5月はブライダルシーズンで仕事が立て続けにありました。あとね、4月から非常勤講師で短大生にメイクを教えています。で、これが週1なんですけど、帰ってから自宅でね、資料を作ったりとかで、忙しかった。で、あとは単発でメイクの仕事が入って、で、また仕事以外にも毎日ね、家事に子育て、家族の時間は必ず週に1回からね、2回は作るので、今月ほぼ毎日動いていました。エスプリークデュアルコンシーラーをクマとか、あとニキビ跡カバーしていきます。この5月はすごいですよ、移動距離が。はい、岐阜行って東京行って、で、大阪行って東京ディズニーランドに移動しています。はい、プライベートと仕事含めてなんですが、かなり移動しました。で、プライベートはインスタでも配信しているので、よかったらフォローしてください。はい、それではこちらマキュアージュのファンデーションをブラシを使って塗っていきます。ファンデーションブラシはこちらのエスプリークを使います。でね、私資生堂のファンデーションブラシもあるんですが、資生堂のファンデーションブラシよりもエスプリークの方が大きいです。で、パウダーファンデーションの時はムラになりにくいので、こちらのエスプリークを使っています。で、リキッドファンデーションはこちらの資生堂を使っています。落ちた。はい、という感じで使い分けています。これをね、中心から外側に向かって塗っていきます。まずね、これを一方方向で1回2回取ります。で、手の甲でなじませてから、はい、中心から外側に向かってくるくるしながらつけていきます。仕事は大好きなので楽しい時間です。で、家族の時間もいろんなところに出かけるので楽しい時間ですね。で、だけどやっぱり体がね、しんどいですね。体は正直、6月は本当ゆっくりしようと思っています。
そして動画もサボらずにね、週3、4アップできるように頑張ります。はい、続いてこちらマキュアージュのハイライトをこちらとこちらの色を混ぜて T ゾーンにのせていきます。はい、あと顎先。はい、続いてここの頬のね三角ゾーンはくすみを取り払いたいので、こちらこちらの色とパープル、はい、それではアイメイクに移ります。はい、で私お洋服とかあと場所とかによって、アイシャドウをいろいろ変えているんですが、まあ、特に最近使うパレットは3つです。はい、まずこちらスークのブレンドカラーのアイシャドウ10番のコズエチャです。はい、このねやっぱ春はピンクが流行ったので、こちらのピンクとピンクブラウンを使いました。スークのカラーアイシャドウ12番のコンルリです。オレンジとブラウン、これの組み合わせもよく使います。こちらはね着ているお洋服を選ばないのでとても使いやすいです。はい、3つ目はこちらインテグレートビューティーメイクブックです。キラキラがすっごく可愛い。今回はこちらスークのパレットを使ってメイクをしていきます。はい、まず最初こちらのオレンジを指でアイホール全体に伸ばしていきます。はい、続いてこちらのブラウン、はい、モーブがかってます。二重の幅とあと先ほど塗ったオレンジの中間まで、はい、ここまで伸ばしていきます。まず目の際にのせてから徐々に上にねぼかしていきます。はい、私はブラウンこれぐらい発色させるのが好きです。で目頭はちょっと太さを出します。こうすることでちょっとね目と目の間が近づいて見えます。では続いてビューラーをしていきます。こちらセパレートコームラッシュです。はい、普通のビューラーよりもここのコームがついているのでごっついです。はい、ちょっとね重みもあります。はい、こちらのビューラーは目尻までしっかり上がるので最近こちらを使っています。まつげが90度に上がるぐらい上げるのが好きなのでしっかりと上げています。はい、でこのカールをキープさせたいのでこちらプライバシーマスカラキープベースを使います。こちらパッケージには透明って書いていたんですがちょっとね白いです。これを塗るとねカールが持続するのとあと長さとボリュームも出ます。はい、これを上下に塗ります。ではマスカラを塗っていきます。こちらヒロインメイクのロング&カールマスカラアドバンストフィルムです。はい、これは第3のマスカラと言われていてね、オフがすっごく簡単です。だけど仕上がりがウォータープルーフみたいにカール力もキープされてで落ちにくいです。普段日常はなのでとても気に入っています。はい、まず右目だけ塗りました。かなり長さが出ますよね。ほんと詐欺ですねこれは。はい、この間はディズニーシーとランド2日間行ってきました。ディズニーシーに2ものアトラクションができたじゃないですか。それで平日なのになんか混んでいる印象でした。アトラクションは 4D で映画の中に実際に入った感じで海を泳いだりとか空を飛んだりそして水しぶきがかかったりしてすっごく楽しかったです。また乗りたいなと思います。はい、今回のディズニーシーとランドではキャラクターに遭遇する率がすごく高くてグーフィーとかドナルド、デイジー、あとチップとデールもたくさんあったんですけどその中でも私の大好きな美女と野獣のベルに会えたんですよ。はい、すごくラッキーでした。この2日間強風だったので
最後ラスト花火が上がらなかったので、またリベンジで行きたいなと思います。やっぱディズニーは何回行っても楽しいですね。夢を与えてくれる。全体を一度塗りしたら、その後ここの黒目の上の部分だけ二度塗りをします。はい、これでデカ目効果があります。はい、こんな感じにバサバサに仕上がりました。うん、私これぐらいバッサバサにするのが好きなんですけど、たまに我に返ってかなり長い、ちょっとやりすぎだなっていう時があるので気をつけています。ただね、ちょっとビジネスのシーンではバサバサすぎるので、そういった時は下地は塗らずに、こちらのマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダロングロングロングのブラックを使っています。こちらの方が自然な感じで繊細なまつげを作れるので、仕事の時はこちら1本で仕上げています。アイライナーに移ります。こちら K パレットリアルラスティングアイライナー 24H のブラウンです。アイライナーは太くすると二重の幅が狭く見えるので、まつげとまつげの間を埋めるのと、あと粘膜だけにしか私は引かないです。シリの羽はちょっと跳ね上げています。で、目尻側だけ少し太くしています。はい、それで今まで目頭切開ラインはやめていたんですけど、最近ナチュラルに引いています。ほんと1ミリの差なんですけど、全然顔の印象が変わります。こんな感じに引いています。眉毛に移ります。ケイトデザイニングアイブロウの EX4 番ライトブラウン系です。はい、こちらをブラシを使って眉毛を描いていきます。ペンシルを使わなくてパウダーだけで仕上げるとふんわりとした印象になります。この間東京のビューティーワールドジャパンにお邪魔したんですが、たくさんのメーカーから水素、ケイ素、シリカ、はい、こういった成分を配合したアイテムがたくさん出ていて、私ももっともっと勉強しないといけないなっていう刺激的な一日でした。で、たくさん勉強して皆様に正しい情報、そして新しい情報をシェアできるように頑張りたいと思います。こんな感じで眉毛を描き終えました。なんか最近は自眉に沿って眉毛を仕上げることが多いです。ケイトの眉マスカラ LB2 番を使います。これで髪の毛と同じ色にします。では K パレットのアイライナーを買ったらついてきた K パレットのワンデーマジック 3D パレットを使ってチークを入れていきます。はい、こちらのピンクとサーモンピンクを混ぜて使います。こちらはチークとハイライトとシェーディングカラーが一緒になっているので、忙しい朝にはね、こういったアイテムが時短になります。最近自分の持っているチークに飽きていたので、この K パレットのチークカラーを塗ることが多いです。続いてこちらのパレットのシェーディングカラーをノーズシャドウとして使います。そしてチップでハイライトカラーを取って、目の下涙袋を強調させます。こちらのシェーディングカラーで涙袋の影をつけていきます。はい、最
最後こちらのハイライトカラーをブラシでここの眉毛の下、鼻球骨に入れます。はい、リップはこちらマキアージュのウォータリールージュレッドの333番です。はい、こちらをささっとつけていきます。これはね、チップが内蔵されているのでほんと楽です。はい、こんな感じに仕上がりました。うん、基本毎日使用アイテムは違うんですが、アイシャドウの塗り方とかアイラインの入れ方、そしてチークの入れ方は基本こんな感じで入れることが多いです。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。少しでも参考になればグッドやコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、そしてまたリクエストも受け付けていますので、コメント欄からお願いします。バイバーイ。